ますでしょうか。新聞です。21日の大統領選挙についてございます。維新として初めての公認候補の擁立となりまして、石破さん自身がどういうふうに、行かれたと思いますが、その選挙の重要性についてはどのように認識されていますでしょうか。非常に重要だと思います。今回大統領首相が引退をされていて、いやこれからじゃあ新しい大統領をどうしていくのかというその姿勢のある意味次の新しい姿勢をどうするかという選挙になりますから、そういった意味では大阪市の会としてやってきたこと、大統領においても財政基盤をしっかりと確立をして、そして住民サービスを充実させていくということを訴える候補者、石垣さんが維新の公認候補者として参議院の経験のある人が立候補していますので、ぜひそれを成し遂げてもらいたい、非常に重要な選挙だと思っています。公認候補の発表が、今年の1週間切ってからというタイミングだったと思うんですけれども、うん、直前になった理由というのは教えてください。これは地元の藤田幹事長と横山幹事長が相談して、候補者、手を挙げられる方がいらっしゃる中で、どなたをするのかっていうのどなたにするのかっていうのを熟慮して決めてきた結果だと思います。ですので、それを幹事長から報告を受けてやるということです。メインは幹事長が決めています。直接最後はもちろん僕が承認をしましたけれども、実際の選定手続きとは幹事長が進めています。はい、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは囲み室は吉弘いたします。